今回は渋野日向子のスランプについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、渋野日向子がスランプ気味なのは知ってるよな？ええ、以前のように安定した成績が出ていないみたいね。原因はいくつか考えられるんだけど、一番大きいのは精神的な疲れだと思うぜ。精神的な疲れ？具体的に言うと？彼女は2023年の全英女子オープンで優勝した後、一気に注目を集めたよな。そうね。メディアの露出も増えたし、世界中から注目されていたわ。あれだけ注目されると、プレッシャーも相当なものだったはずだ。それに、周囲の期待も大きかっただろうし。確かに。周りの期待に応えようと、プレッシャーを感じていたのかもしれないわね。それに加えて、彼女は完璧主義者なんだ。完璧主義者？常に完璧なプレイをしようと自分を追い込みがちなんだ。ミスを恐れて、本来の力を発揮できないこともあるだろうな。なるほど。完璧主義が、逆にプレッシャーになってしまっているのかもしれないわね。さらに、彼女はいつも笑顔で周囲を明るくするタイプだけど、心の奥底では、孤独を感じているのかもしれないんだ。孤独？常に笑顔でいることで、周囲から何かを求められているような気持ちになることもあるのかもしれない。なるほど。周囲の期待に応えようとして、自分を推ししているのかもしれないわね。だから、彼女は精神的な疲れから、スランプに陥っているんだと思うぜ。そうね。精神的な疲れは、パフォーマンスにも大きく影響するわよね。彼女がスランプから抜け出すには、まず自分の心と向き合う必要があると思うぜ。自分の心と向き合う？具体的にどうすればいいの？まずは、周りの期待から解放されて、自分らしくいられるようにすることだな。自分らしくいられるように？無理せず、自分のペースでゴルフを楽しめるようにすることが大切なんだ。そうね。周りの期待から解放されて、本来の力を発揮できるようにするのが一番よね。それから、周囲の人と心の距離を縮めることも大事だな。心の距離を縮める？一人で抱え込まずに、信頼できる人に相談したり、気持ちを分かち合ったりすることが重要なんだ。なるほど。心を開いて、周囲の人とつながることが大切ね。そして、自分を大切にすることも忘れちゃいけない。自分を大切にする？休息をしっかりとったり、好きなことをしたり、自分自身を癒す時間を作るようにするんだ。自分を大切にする時間を作るのは、本当に大切よね。彼女がスランプから抜け出して、再び輝きを取り戻せることを祈ってるぜ。私もそう願ってるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子のスイング改造について解説するぜ。よろしくお願いするわ。渋野日向子は、2023年の全英女子オープンで優勝した時とはスイングが変わってるんだぜ。そうよね。なんか、あの時よりも力強い感じになったわよね。そうなんだ。実は、渋野日向子は2023年の優勝後、スイング改造に取り組んでいたんだ。スイング改造？どんな改造をしたの？以前は、テイクバックでクラブを大きく上げていたんだけど、今はコンパクトなテイクバックになったんだ。コンパクトになった？なんでそうしたの？以前のスイングは、力任せに打つ感じだったんだ。だけど、コンパクトなテイクバックにすることで、体の回転をスムーズに使えるようになったんだぜ。スムーズに回転？つまり、以前は力任せに打っていたから、ミスショットが多かったんだ。でも、今は体の回転を利用して打てるようになったから、安定したショットが打てるようになったんだぜ。なるほど。安定したショットが打てるようになったってことは、ミスショットが減ったってことね。その通りだぜ。それと、以前はパットが弱かったんだけど、今は力強いパットが打てるようになったんだ。パットも変わったの？そうなんだ。以前は、パットを打つときに、腕だけで打っていたんだぜ。だけど、今は体全体を使って打てるようになったんだ。体全体で打つ？つまり、以前は腕だけで打っていたから、パットの距離感が合わなかったんだ。でも、今は体全体を使って打てるようになったから、距離感が合うようになったんだぜ。だから、以前よりも安定したパットが打てるようになったのね。その通りだ。他にも、以前はドライバーショットが曲がっていたんだけど、今はまっすぐ飛ぶようになったんだぜ。ドライバーショットも変わったの？そうなんだ。
以前は、ドライバーショットを打つときに、体が突っ込んでいたんだぜ。だけど、今は体が突っ込まないように、意識して打てるようになったんだ。なるほどね。体が突っ込まないってことは、まっすぐ飛ぶようになったってことね。その通りだぜ。他にも、以前はバンカーショットが苦手だったんだけど、今は得意になったんだ。バンカーショットも？そうなんだ。以前は、バンカーショットを打つときに、クラブが砂に刺さってしまって、うまく打てなかったんだぜ。だけど、今は砂に刺さらないように、クラブの角度を意識して打てるようになったんだ。バンカーショットも安定して打てるようになったんだ。そうなんだぜ。このように、渋野日向子はスイング改造によって、以前よりも安定したショットを打てるようになったんだ。スイング改造って、すごい効果があるのね。そうだな。渋野日向子は、スイング改造によって、以前よりも安定したショットを打てるようになったことで、自信を取り戻したんだぜ。自信を取り戻したことで、以前よりも安定したプレーができるようになったのね。その通りだぜ。渋野日向子のスイング改造は、彼女にとって大きな転換期だったんだ。なるほどね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子について解説するぜ。よろしくお願いするわ。渋野日向子って知ってるよな？もちろんよ。あの笑顔が印象的なプロゴルファーよね。そうだな。あの笑顔魅力的だぜ。でもそれだけじゃないんだぜ。どういうこと？実は渋野日向子には衝撃的な過去があるんだぜ。衝撃的な過去？それはどういうことなの？渋野日向子はかつてはプロゴルファーになることを諦めていたんだぜ。まさか。そうなんだぜ。彼女は中学時代はゴルフ部に入っていたんだけど、なかなか成績が伸びなかったんだ。そうだったのね。そして彼女は中学3年でゴルフ部を辞めてしまったんだぜ。部活を辞めちゃったのね。その後彼女は高校は普通科に進学して、大学は経済学部に入学したんだぜ。ゴルフ部を辞めて普通の道を歩むことを選んだのね。そうだな。でも彼女は大学でゴルフ部に入部したんだぜ。大学でゴルフ部に入部したの？そうなんだぜ。大学でゴルフ部に入部して、そこからプロを目指すことを決意したんだぜ。大学でゴルフ部に入ってプロを目指し始めたのね。そして彼女は大学卒業後にプロゴルファーに転向したんだぜ。すごいわね。諦めずにプロを目指し続けたのね。そうだな。彼女の努力は本当に素晴らしいと思うぜ。努力してプロになったのね。彼女はプロ転向後すぐに結果を出したんだぜ。すごいわね。彼女は2023年のアイブ全英女子オープンで優勝したんだぜ。あの有名な大会で優勝したのね。そうなんだぜ。彼女は日本人女子として42年ぶりのメジャー大会優勝を果たしたんだぜ。歴史に残る快挙ね。彼女はその後も活躍を続けているんだぜ。これからも活躍してくれるわね。そうだな。彼女はこれからも活躍してくれると思うぜ。応援してるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子のシード権について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、シード権ってなんだ？簡単に言うと、一定期間、ツアーに出場できる権利のことだぜ。なるほど。だからシード権があると安心よね。そうだな。シード権を持つ選手は、予選会とかに出なくても、ほぼ確実に試合に出られるんだぜ。じゃあ、渋野さんはシード権持ってないの？そうなんだ。彼女は今のところシード権を持ってない。なんで？理由はいくつかあるんだ。一つは成績が安定してないからな。成績が安定してないってどういうこと？彼女はたまにすごくいい成績を残すんだけど、安定して上位に入れないんだぜ。確かに優勝したりトップ10に入ることもあるけど、最近はちょっと調子悪いみたいよね。もう一つは試合に出る機会が少ないんだ。試合に出る機会が少ない？なんで？彼女は海外ツアーにも出場することが多いから、国内の試合に出られる回数が減っちゃうんだ。海外ツアーも頑張ってるんだね。そうだぜ。でも海外ツアーで活躍するには国内ツアーでの成績も必要なんだ。難しいわね。だから渋野さんは今のところシード権を持ってないんだ。でも
彼女は強い選手だから、きっとシード権獲得も夢じゃないぜ。頑張ってほしいわね。そうだな。彼女は、まだ若いし、これからもっと強くなる可能性もあるぞ。期待してるわ。解説はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。今回は渋野日向子のミラクルパットの真相について解説するぜ。よろしくお願いするわ。まず、渋野日向子は今回の全米女子オープンで、苦しいスタートだったよな。そうね。4オーバー発進だったみたいだけど、そこから挽回して優勝したってすごいわ。まさにミラクルパット、あのパットがなければ優勝はなかったぜ。あのパットは本当にすごかったわよね。でも、あのパットだけじゃなく、渋野日向子はスイングを改造してたんだぜ。スイング改造？そう、実は、渋野日向子は以前からスイングに悩んでいたんだ。どういうこと？以前は、スイングの軌道が安定せず、ショットがばらつきがちだったんだ。なるほど。そこで、渋野日向子はスイング改造を決意したんだぜ。誰に教わったの？渋野日向子は、スイング改造にあたり、新しいコーチをつけたんだ。新しいコーチ。新しいコーチは、渋野日向子のスイングの課題を理解していて、的確な指導をしてくれたんだ。どんな指導を受けたの？新しいコーチは、渋野日向子のスイングの基礎を見直したんだ。基礎を見直すってどういうこと？例えば、グリップの握り方やスタンスの幅、体の軸の作り方などを徹底的に指導したんだぜ。なるほど。さらに、新しいコーチは、渋野日向子のスイングに合った練習方法を開発したんだ。どんな練習方法？新しいコーチは、渋野日向子が自分のスイングを理解できるように、様々な練習方法を考案したんだぜ。そうなんだ。その結果、渋野日向子のスイングは劇的に改善したんだ。すごいわね。渋野日向子のスイング改造は、今回の全米女子オープンでの優勝に大きく貢献したと言えるだろうな。本当にすごいわ。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近渋野日向子の話題多いよな。そうね。特に海外での活躍はすごいわよね。あの笑顔で世界を魅了したってわけだ。まさに笑顔の伝道師って感じよね。でも実はあの笑顔の裏には想像を絶する苦労があったんだぜ。ええ？まさか。そうなんだ。渋野日向子は、子供の頃からゴルフに打ち込んで、プロになるために厳しい練習を積んできたんだぜ。やっぱりそうだったのね。しかも、プロになった後も、さらに厳しいトレーニングを重ねて、今の実力を手に入れたんだぜ。すごいわ。努力の賜物よね。その努力が実って、彼女は世界で活躍するプロゴルファーになったんだ。素晴らしいわ。でも、その輝かしい活躍の裏には、孤独や苦悩もあったんだぜ。それは、どういうことなの？トップアスリートは、常にプレッシャーと戦いながら、自分自身と向き合わなければならないんだぜ。そうよね。プレッシャーは、想像を絶するわよね。彼女は、そのプレッシャーの中で、自分自身を見失わないように、常に努力し続けてきたんだぜ。本当に強い人ね。だから、彼女が今の笑顔を見せるまでに、どれだけ苦難を乗り越えてきたか、想像を絶するよね。そう考えると、今の笑顔がさらに輝いて見えるわ。まさに、その通りだぜ。だから、私たちは、渋野日向子の輝かしい活躍を応援し、彼女の努力を称えなければならないのよ。その通りだぜ。彼女がこれからも笑顔で活躍し続けられるよう、心から応援していきたいぜ。うん。私も。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋子のパットについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。渋子のパットは本当にすごいんだぜ。あのミラクルパット、どうやって決めてるのか気になってる人も多いんじゃないかな。そうよね。あのパットは本当にすごかったわ。私もどうやってあの難しいパットを決めたのか、すごく気になってたわ。渋子のミラクルパットの秘密は、実はイメージ力にあるんだぜ。イメージ力？そう、渋子は、パットを打つ前に、ボールがカップに吸い込まれるイメージを、ものすごく強く持っているんだぜ。だから、実際にパットを打つときには、もうカップインしているイメージしかないんだ。だから、
どんな難しいパットでも冷静に打てるんだぜ。カップインしているイメージ？そう、イメージを強く持つことで、まるで実際にカップインしているような感覚になれるんだ。だから、パットの途中で不安を感じたり、焦ったりすることもないんだぜ。だから、どんな難しいパットでも、冷静に打てるんだぜ。イメージって、すごい力があるのね。そう、イメージは、人間の潜在能力を引き出す力があるんだ。渋子の場合は、イメージ力によって、パットの精度を高めているんだぜ。なるほど、イメージ力って、すごく重要なのね。そうだな。イメージ力があれば、どんな難しいことでも、達成できる可能性があるんだよな。イメージ力って、どうやって鍛えるの？イメージ力を鍛えるには、まず、自分が達成したい目標を明確にすることが重要なんだ。そして、その目標を達成した自分を、できるだけ具体的にイメージすることだぜ。目標を明確にすること、具体的にイメージすること。例えば、渋子の場合は、カップインするという目標を明確に持ち、カップインした自分をイメージしているんだぜ。イメージって、難しいわね。イメージ力は、すぐに身につくものではない。だから、毎日コツコツと練習することが重要なんだぜ。イメージトレーニングを繰り返すことで、徐々にイメージ力が強くなっていくんだ。毎日練習。渋子は、練習中も、常にカップインしているイメージを強く持っているんだぜ。だから、練習の成果が、試合で発揮されるんだぜ。渋子は、本当に努力家なのね。そうだな。努力は、必ず報われるんだよな。私も、渋子みたいに、イメージ力をつけて、ゴルフを上手くなりたいわ。そうだな、イメージ力があれば、どんな夢も叶えることができるぜ。ありがとう、マリさん。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子の結婚の真相について解説するぜ。よろしくお願いするわ。渋野日向子の結婚って、実は結構話題になってるよな。そうよね。最近よく耳にするわ。でも、実際はどうなんだ？結婚してるのか、それともまだ独身なのか、いろいろ言われてるけど、真相は一体どうなんだ？確かに、いろんな情報が飛び交ってて、正直よくわかんないわ。わかったぜ、今日はその真相に迫るぜ。まず、渋野日向子は結婚してるのか、それともまだ独身なのか？そうよね、それが一番知りたいわ。結論から言うと、渋野日向子は今のところ結婚はしてないんだぜ。そうなのね。じゃあ、結婚の噂はどこから来たのかしら？それは、彼女の過去の恋愛遍歴にあるんだぜ。恋愛遍歴？どういうこと？実は、渋野日向子は過去に何人かの男性と噂になったことがあるんだぜ。え、そうなの？具体的に、誰と噂になったのかしら？有名なのは、あの石川遼との噂だな。石川遼？あの有名なプロゴルファー？そうだよな。二人ともトッププロで、同じゴルフ界の人間だから、噂になったのもわかるよな。確かに、同じ世界の人だったら、仲良くなる機会も多いわよね。でも、実際は二人に特別な関係はなかったみたいだぜ。そうなのね。じゃあただの噂だったのかしら？そうみたいだぜ。石川遼はすでに結婚してるし、渋野日向子も彼と特別な関係はなかったって、本人たちも否定してるみたいだぜ。そうだったのかしら。他に、渋野日向子は、プロゴルファーの佐々木由香とも仲が良いことで有名だな。佐々木由香とも噂になったの？二人の関係は、本当に仲が良いだけみたいだぜ。ただの友人関係だったのかしら。そうみたいだぜ。二人ともお互いに尊敬し合っていて、切磋琢磨し合っているんだぜ。素晴らしい関係ね。二人の関係は、スポーツマンシップと友情の素晴らしい例と言えるよな。確かにそうね。他にも、渋野日向子は、様々な男性と噂になったことがあるみたいだぜ。具体的に、誰と噂になったのかしら？具体的な名前は、あまりこうになってないんだぜ。そうなのね。でも、過去の恋愛遍歴を見る限り、彼女は恋愛に積極的なタイプなのかもしれないな。そうかもしれないわね。ただ、あくまでも噂だから、信憑性は低いぞ。そうよね。重要なのは、
渋野日向子は結婚していないってことだぜ。そうよね。だから、結婚の噂を信じるのは早すぎるんだぜ。なるほどね。むしろ、今は結婚よりも、ゴルフに集中しているんじゃないかな？そうよね。最近は成績も安定してるみたいだし。彼女は、常に挑戦し続けているんだぜ。素晴らしいわね。これからも渋野日向子の活躍から目が離せないな。そうね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子の不調について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、渋野日向子の不調が話題になってるよな。そうよね。以前の勢いがないのは、少し寂しいわね。原因はいろいろ考えられるけど、一つ可能性として、結婚の影響があるんじゃないかと考えてるんだぜ。結婚？まさか、結婚が原因なの？結婚は人生の大きな転換期だ。特に女性にとっては、生活環境や精神状態に大きな変化があるんだよな。確かに、結婚してから何か変わったのかしら？具体的には、結婚後のプレッシャーや、夫との関係、家庭のことなど、いろいろなものが重なり合って、精神的に不安定になっている可能性があるんだぜ。結婚って、そんな大変なものだったのね。それに、結婚によって、練習時間や集中力が減っている可能性もあるんだぜ。練習時間。確かに、結婚前は練習に明け暮れてたわよね。結婚によって、練習に割ける時間が減ったり、集中力が散漫になったりすれば、当然成績にも影響が出てくるよな。そうか、結婚が、原因で練習時間が減っているなんて、辛いわね。もちろん、結婚が直接の原因とは断言できないけど、可能性の一つとして考える必要があるんだぜ。なるほど、結婚が、原因で不調になっている可能性もあるのね。他にも、新しい環境への適応や、周囲からの期待など、様々な要因が考えられるんだぜ。いろいろな要因が重なっているのね。ただ、結婚したからといって、必ずしも不調になるわけじゃないんだぜ。そうよね。結婚は、人生の大きな転換期だけど、プラスになることもあるわよね。結婚は、人生の新たなスタート。考え方次第では、良い影響を与えることもあるんだよな。確かに、結婚は、人生の大きなイベントよね。結婚によって、精神的に安定したり、モチベーションが上がったりする人もいるんだぜ。結婚によって、心身ともに成長する人もいるのね。大切なのは、結婚という新しい環境にしっかりと適応することなんだぜ。適応、難しいわね。結婚は、自分自身を見つめ直す良い機会でもあるんだよな。結婚って、いろいろなことを考えさせてくれるのね。結婚を機に、自分自身と向き合い、新たな目標を見つけることができれば、それは素晴らしいことだな。そうよね。結婚を機に、新たな目標を見つけることができれば、素晴らしいわね。だから、渋野日向子の不調の原因は、結婚だけではない可能性もあるんだよな。そうよね。いろいろな要因が考えられるわね。大切なのは、現状を受け止め、前向きに進んでいくことなんだぜ。前向きに進んでいく。渋野日向子が、以前のように輝きを取り戻せることを願っているぜ。私もそう思います。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子の強さについて解説するぜ。よろしくお願いするわ。渋野日向子って、やっぱりすごいよな。本当にすごいわよね。あれだけのパワーと正確性、どうやって身につけたのかしら。まず、彼女の強さは、そのスイングにあるんだぜ。スイング？そう、あの独特のスイングが彼女の最大の武器なんだ。独特のスイング？具体的に、どんなところが？まず、体の回転がすごく速いんだぜ。それに、腕の振り方も独特で、まるで鞭のようにしなりながらボールを打つんだ。鞭のようにしなる？そう、だからボールにものすごいスピードが乗るんだぜ。それに、あの短いクラブでも、あの飛距離を叩き出すんだから、やっぱりすごいよな。確かに、あの飛距離はすごいわよね。あと、彼女の強さは、メンタル面にもあるんだぜ。どんなプレッシャーがかかっても、冷静さを保つことができるんだ。冷静さ？そう、あの笑顔は、単なるサービス精神だけじゃないんだぜ。あれは、プレッシャーに負けないための心の余裕の表れなんだ。なるほど、
笑顔の中に、そんな強い意志が隠されていたのね。そして、忘れてはいけないのが、彼女の努力だぜ。彼女は、常に練習を重ねて、技術を磨いているんだ。努力、やっぱり、努力なしでは、あの強さは手に入らないわよね。そうだな。努力があってこそ、あの強さが生まれたんだぜ。だから、渋野日向子の強さは、才能だけじゃなく、努力とメンタルの強さが組み合わさって生まれたものなんだ。そうだったのね。改めて、すごいわね。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。今回は渋野日向子の不調について解説するぜ。よろしくお願いするわ。最近、渋野日向子の不調が話題になってるよな。そうよね。全米女子オープンでも、思ったよりスコアが伸びなかったし。あれはね、実は熱愛が原因だって噂されてるんだぜ。熱愛？そうなんだ。最近、ある男性と頻繁に一緒にいるって目撃情報があるらしいぜ。それは、本当なの？まだ隠さだむ情報ではないけど、かなり信憑性が高いんだ。じゃあ、熱愛が、原因でゴルフに集中できないってこと？そうみたいだな。男性とデートしたり、連絡を取り合ったりするのに、練習する時間が減ってるみたいだ。それは、確かに集中できないわよね。しかも、その男性、結構有名人らしいんだ。有名人？うん。最近、テレビにも出てる有名な俳優なんだって。まさか。だから、渋野日向子は、今はゴルフよりも恋愛の方が大事みたいなんだ。それは、ちょっと悲しいわね。でも、本人にとっては、今はそれが一番大切なんだと思うよ。そうね。それに、熱愛発覚は、プレッシャーにもなってるんじゃないかな。それは、確かに。今まで以上に、注目されるようになったし、悪い噂も流れやすくなる。それは、大変よね。だから、最近、渋野日向子はいつも通りのパフォーマンスを発揮できてないんだと思うよ。そうなのかも。でも、大丈夫。彼女は、強い選手だから、きっと克服してくれる。そうよね、きっと。解説はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。